それでは火をつけたいと思います。これの材質なんですけど、ヘキサメチレンテトラミンという材質で、これ S ビットの固形燃料タブレットと材質的には同じです。で、S ビットの方は、これですね、スタンダードタイプが 5g で、16個入りで、今安いところで言うと600円で購入できますね、アマゾンさん。対してこれは 10g で9個入りなので、しかもそれで110円ということで、 S ビットの方が 5g が16個入りがスタンダードですね。ということは 10g 換算でいうと S ビットは8個入り換算になりますね。でこちらの方は9個入ってるんで、簡単に言うと1個多くて値段が5分の1ほどになる。いや、100均って最近やっぱすごいよな。なんて言うんだろう、コスト競争がやっぱり半端ない。はい、ということで、そんな固形燃料、はい、まずは開封して中を見てみましょう。個包装、アルミの個包装がされてて、もう折り線がついてますんで、これで分解できるのかな。ちょっと分解は難しそうなんで、ちょっと刃の入り方は甘いのかもしれませんけれども、ちょっとアルミが破れてしまいましたね。ちょっとこう分解するときはやっぱりハサミかなんか慎重にやった方がいいような気がします。この横方向には刃が入っていません。ハサミとかで切るのが無難だと思います。ちょっとこれ真ん中を見ながら切っていく、はい、これも真ん中を確認しながら切っていく。これ見ますと1粒で約10分燃焼するということなので、今回はちょっと10分間燃焼できるのかなということで確認してみたいと思います。で、 S ビットのポケットストーブに、はい、ちょうどですね、ジャストサイズで収まりますので、これで一度やってみたいと思います。アルコールタイプの固形燃料も燃焼時間がまあ10分ぐらいっていうことなんで、固形燃料と
このタブレットの比較をですねしてみたいと思います。あと、燃焼しながら炎のね感じとかも見ていただければなと思っております。はい、まずこのアルミをどうやって破るかというと、下からこう押し出すと簡単にアルミの包装が剥がれます。今回はちょっと素手でやってしまいますけど、皆さん、まあ、心配であれば、手袋などを押してからやってください。今回は 20g の固形燃料です。はい、それでは火をつけたいと思います。はい、燃焼し始めからですね、圧倒的にアルコールの固形燃料の方が炎の勢いが強いです。対してヘキサメチレン系は火の回りも若干遅いですし、固形燃料の炎の勢い、はい、開始1分になりました。1分経つと炎の高さ、まあ、まだアルコールタイプの方が、高さは高いんですけれども、随分ヘキサメチレン系の固形燃料の方も追いついてきました。色は白色系の炎の色で綺麗ですね。はい、今現時点で3分経過しました。いい感じで両方とも燃えてますね。はい、ちょっと容器メスティンを置いて、メスティンへのすすのつき具合、これを確認してみたいと思います。今7分50秒ぐらい、まあ、お湯を沸かし始めた時間が途中だったので、時間は分かりませんけれども、アルコール系の固形燃料の方が早く沸騰しだしました。はい、10分経ちました。両方ともまだ、炎は消えていません。ただやはり、10分間通じて言えることは、アルコール系の固形燃料の方が炎の勢いがやはり強いですね。なんとアルコール固形燃料の方が早く消えちゃいました。今の時間は12分30秒ほどです。はい、今13分を経過しました。もうすぐ消えますね。はい、今消えました。13分28秒ぐらいですね。ですので、こちらが12分半で13分20秒、まあ13分半だとすれば、なんとヘキサメチレンテトラミン系の固形燃料の方が燃焼時間は長くなっちゃいました。どちらもそんなに変な匂いはしませんし、煙も出にくかったですね。あと残りカスについては、こちらがヘキサメチレン系、はい、でこっちがアルコール固形燃料系。アルコール固形燃料の方が少し燃えカスは多いような気がします。はい、それではですね、鍋底の
すすの漢字を見たいと思います。まずアルコール系固形燃料の方から見てみましょう。じゃん、めっちゃ綺麗、めちゃくちゃ綺麗ですね。対してヘキサメチレン系固形燃料の方、もう蓋についてますね。どうでしょうか。じゃあ、わ、結構すすがいっぱいついてますね。うん、はい、すすけちゃいますね。あと1,2,3,4つ入りそうですね。うん、あ、4つ入りますね。はい、固形燃料4つ入れて収めることができます。3つは入るんですけど、閉めることができません。はい、皆さん今回の検証いかがだったでしょうか。アルコールの固形燃料とこのヘキサメチレンの固形燃料、それぞれにメリットとデメリットがあるような気がします。それぞれの皆さんのアウトドアのシーン、もしくは入手できるものを勘案しまして、お使いいただけたらなというふうに考えております。今後もですね、いろんな検証をやっていきたいと思っております。クルコーヤを応援してやるぜって方はグッドボタンかチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは皆様ありがとうございました。クルコーヤでした。Separate